はい、今からパーマかけます。髪の毛長さ15センチで、ロットは2号の白がトップですね。パーマは C カールです。襟足は10センチありますので紫で巻きます。反対かな。こっちだっけ。うん、でもさ、ほんとそっち薄くなるから、うん、脇目動かした方がいいっていうよく言うじゃない。そうだね、うん、でもさ、前に垂らすように少しできる。だからそれはだからさ、うん、やってみてからね、うん、つむじの状態だとこう右流した方がいいんだよね。右流した方がいい、うん、こっちに。あ、そう、うん、つむじがここにあるから、こっちに、うん、ほんとそうにした方がいいんだけど、どうしても癖でね、やっぱりこっち側にやっちゃうね、うん、いいよ、好きな方がいいんだけどさ、うん、見えないところかな。よいしそういえば自治会長まだあと、まだあと何のメロン、うん、うん、うん、あのね、今年この4月から、はい、本当はもう一気に辞めるって言ったんだけど、うん、副会長さんが、うん、ちょっとまだ勉強、もう1年勉強させてくれとかって言って、うん、で、またもう一気やる、だから2年やるの。
来今年と来年、うん、一期が2年なんですよね。でもうちの方も見る年寄りでしょ。一期が 2年間とか、2年間4年間だなんの。そうだからもう去年の終わったのが2年終わって、うん、で今年が2回やることになったから、うん、今年と来年ね、はいはい、うん、一期で終わるわけないと思ってるんですよね。あんなのやってらさ、あれ前出したよ、うちの。え、自分だけだけで、うん、年取ってるからみんなさ、うちなんかランチも、はい、夜勤やる人がみんななくてさ、誰でもいいってわけじゃないんだよなんて言われちゃった。あの人はどう、あの人はどうって難しいんだよね。やりたい人にはさせたくないし、やりたい人にはね、うるさいんだって。させたくないんだ、かまいしたんだって。そう、だからさせたくないんだよね。意見言っていいんじゃないのね、うん、意見言っていいと思うんだよね。それはダメなんだ。ダメなのか、やっぱそうだ。なったグループも分け合いじゃなきゃダメだし、まあ、そうなんだよね、うん、まあ、いろんな人がいるからさ、うん、はい、これちょっと止めておきます。